ほど。もう逃げ道はないよ。頼んだわよ。必要な方がいるはずです。星と深淵を
会に依頼を出しましょう。これが新しい力ですか？あんたを信じるよ。なかなかの慧眼ね。
Thank you.
宝を見つけたら次は酒だ。おー、嬉しいじゃないか。
次は何に会えるだろうか。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。
これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。汚れた血の塊だよ。必殺技、終点のフィナーレだ。トワリンのネーミングセンスって変わってるな。今僕がつけたんだ。おい、まあとにかく封印を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーがとても熱いから気をつけてね。本当にせっかちだな。風だ。
の汚れた血の塊だよ。ビリビリさせないとね。それ。首の汚れた血の塊だよ。
風だ。待って、これじゃ面白くないよ。外に出ると疲れちゃう。本当にせっかちだな。風だ。Hup!
首の汚れた血の塊だよ。予想外だぜ。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。マダンから純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。
これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。汚れた血の塊だよ。こいつはどうだ。トワリンの必殺技、終点のフィナーレだ。トワリンのネーミングセンスって変わってるな。今僕がつけたんだ。おい、まあとにかく封印を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーはとても熱いから気をつけてね。狙いは首の汚れた血の塊だよ。
首の汚れた血の塊だよ。一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった？君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろ。風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ヒヒ、こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。うん、そうだね。せっかく手に入れた平和だもん。今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。ありがとう。ふふん、礼なんていらないぞ。そういえばアンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか？今回の任務は衛星とはまた違っててそう余裕はないんだ。ほら、
今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。おかしいんだよね、ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？じゃあもしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。ああ、ごめんね。せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。あ、そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。お姉さんが助けてあげる。あなたの仕事じゃないのに戦場の後片付けまでしてくれるなんて。あなたみたいな献身的な人を見ると自分のことが恥ずかしくなってくるよ。その騎士団への貢献度に比べたら些細なものですけど、どうか受け取ってください。